では初日1レース走られます神奈川119期の北井祐希選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回宮杯2回目ということで、前回は準決勝、9着という形で敗退されましたけども、印象いかがですか。前回よりはもちろんいい成績残したいなというふうに思います。前走の、地区プロコースの 全プロですね、8着4着でしたけども、体調面の状態いかがですか。前回よりいい状態で来れていると思いますし、しっかり課題もあって、ここに向けてしっかりいい気持ちで来れたかなと思います。初日1レースの一番下ということなんですけども、難関ですと和田選手と鈴木選手と一緒という形になるんですけども、並びと戦い方を教えてください。僕は自力で、番手には鈴木博さんで、3番手は和田健太郎さんで、僕は先頭で頑張ります。では、最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、今回さえもしっかり自分の力出し切って頑張ります。応援よろしくお願いいたします。